えー、ダ,ダティークロージンングチャンネルですで今日は、えー、ブルックス・ブラザーズ、アレン・エドモンズの共作の、えー、靴になりますね。これ自体、しぼがわで、えーまあ、前任者が、前任者というか、まあ、これを譲ってもらった方が、ニューヨークのお店で、ブルックスのお店で買って、えー、アレン・エドモンズということです。まあ、これなんか本当に、えー、シンプルに、 えー、シボガー使ってて黒ですねで、えー。これディティールとかも調べたんですけど、まあ、基本的にここのチップの感じも強、えー、作のやつと思われます。でこれ自体も、えー、ここにブルックス・ブラザーズと表記あり、まあ、裏もそんなに減ってないです。でえー、これもタイトな感じで、えー、結構こうワイド広め。 で、えー、サイズ的に言うと、えー、7の7と2分の1の E ですね。だから割かしこう ABC と言いながらこう横の E なんでワイドは結構広めなんで,で、まあ、僕が26.5ぐらいの足のサイズで、えーまあ、横広めなんで横はきつくなく縦も、まあ、大体 6.5から7ぐらいの方がちょうどいいのかなと、まあ、その辺は結構調べて、えー、自分のサイズを確認していただければなと思いますでこれ自体、えー、こうちょっと血管部分としてはここがちょっとこうむけちゃってるのがあるのでここだけご了承いただきたいですねで、えー、こちらも、えー、中もまあ、サイズ表記もしっかり見えて、えー いい感じなので、長いおともはいかがでしょうか。それでは、ぜひ。